アゼルバイジャン鉄道は、アゼルバイジャンの国有鉄道である。全長は 2918km、期間は 1520mm である。全長 2918km のうち、単線区間は 2117km、複線区間は 815km である。総延長の43%に当たる 1272km が、電化されている。 設備の老朽化が進んでおり、改修が必要とされているが、トルコからグルジアを経て、アゼルバイジャンに至るバクートビリシーコールカルス鉄道の建設工事に合わせて改良が見込まれている。バクール旅客駅アゼルバイジャン最初の鉄道は1880年に開業したバクール旅客駅から郊外のサブンチ及びスラハニを結ぶ路線である。続いて、 長距離路線としては1883年には、バクーからトビリシに至る路線が、1900年には、バクーから、デルベントマハチから方面に向かう路線が開業した。1908年には、アルメニアのアララトカラナヒチェバンロシャルル及び、ジュルファに至る鉄道が開通した。水力発電による電力が豊富に存在したことから、ソビエト連邦成立後早くから電化が開始された。 1926年には、バクーサブンチュカンが電化され、ソ連初の電化区間となった。当初は直流線2 0 0ボルトによる電化であったが、後に直流3000ボルトに昇圧された。1924年には、バクーから南に向かいアリアート及びネフトチャラに至る路線が、1941年には、ホラディズからミンジバン及びアルメニア共和国のカパンを経て、 ナヒチェバン自治共和国のジュルファンに至る路線が開通した。これによって、ナヒチェバンからアゼルバイジャン本土への鉄道での移動が可能になった。同年にはサルヤンからイランとの国境のアスタラまでの路線も開通した。旧型の M62 電気機関車、シュタットラー・アキス・アルストム KG8A 電気機関車。 ソビエト連邦の崩壊後のナゴルノカラバフ戦争により、ナゴルノカラバフを含むアルメニアに占領された地域の鉄道が寸断され、両国間の国際列車も運行が休止された。その結果、アゼルバイジャン本土とナヒチバンの間の鉄道での移動は不可能になったほか、イランからナヒチバンを経て、アゼルバイジャン本土へ向かう列車も廃止された。これに伴い、イランからアゼルバイジャンへの列車は、 ナヒチバンにのみ運行されている。他の国際列車はロシア及びグルジアとの間に存在する。貨物輸送ではカスピ海沿岸のバクーから国海沿岸のバトミまで石油輸送が行われている。アゼルバイジャン鉄道の重要な資金源にもなっており、1999年には貨物輸送が全体の収益の21%を占めた。 2017年10月30日には、トルコ、グルジア、アゼルバイジャンの3カ国を結ぶ、バクートビリシーコールカルス鉄道が開通した。アゼルバイジャン領内では、新線建設は行われないものの、老朽化した設備の近代化が進められている。2015年には、シュタットラーレール社製の2階建て車両機室が導入されたほか、 同年には貨物向きにアルストム社製の KG8、A 電気機関車の導入も開始された。コーカサス三国の鉄道路線図。ありがとうございます。